皆さんこんにちは、マキオです。久しぶりに1週間の Vlog をお届けします。ちょっと今週1週間めちゃめちゃ忙しそうなので、それを踏まえてねお送りしたいと思います。まずはですね、新しいコミュニティに参加しておりまして、それのオフライン会ということで初めてお会いする方々とランチです。どんな感じなのかな。今回参加しているのは TCL 台湾ノマドコミュニティです。台湾在住フリーランス、クリエイター、台湾ノマドをしている人などが集まっています。1ヶ月前から入らせてもらってます。基本的にはオンライン上で情報交換や交流していますが、たまに今回のようなオフライン会も。まだ出来たてほやほやのコミュニティで絶賛メンバー募集中だそうです。気になる方はインスタなどで情報をチェックしてみてね。もう今、それで家に帰ってきて夕飯を食べようと思って。見てください、このびしょびしょ。絞れそう。絞れなかったけど、すっごい今大雨が降っています。でもちょっと今何も食材を買ってないので外で食べようとなりまして、新しくできたお店に来ておりまして注文して待ってるところです。私が注文した豚肉定食みたいなやつ、なんか、病院食って感じじゃない。まあ美味しそうだけどね。いただきます。なんかお皿とちょっと不釣り合いだ。毎日雨雨雨、連日雨で、しかも大雨でございます。今日は天武という場所に来ております。あ、ちょっと走ろう。天武のスプラウトというレストランに来ました。天武は日本人学校やアメリカンスクールがあるので外国人がとても多いエリアです。インスタグラムでつながった方と初めてお会いし、とても楽しい時間を過ごせました。その後は近くのカフェへ。日本式の抹茶かき氷をシェアしました。おはようございます。とっても眠い朝9時ですよ。今からバレエ教室に、レッスンに来ました。ちょっと台北駅で家からも遠いし、大変なんですけど、満員電車に乗ってやってまいりました。バレエ教室内は撮影禁止なので、教室から外の景色をお届けしています。ここは先生はいいのですが、スタジオが小さいのと更衣室が汚い。台北でいい大人バレエ教室ご存知の方いたら教えてください。バレエ教室から見えた歩道橋に来ました。この映像を見たことありませんか？なんか芸能人が台湾にやってきたみたいなインサート映像の時に必ず出るスポットですね。101もよく見えまして、内側は台北駅ですね。さっき私が踊ってたのはそこで、ここは夕日もすごく綺麗なスポットなので、時間になるとすごくカメラマンがいっぱい登ってきます。今もこちらいらっしゃいますね。レッスンが11時過ぎに終わったんですけど、ちょっと12時からお友達とご飯を食べる予定があるので、この辺で時間を潰します。まあ暑くて顔が汗が吹き出て止まらないので、ちょっと涼しいところを求めて涼みに行ってお腹を空かせてランチに行きたいと思います。まだ空いてない、ちょっと待ちましょう。お友達と初めましての方の計3人、お友達が選んでくれたタイレストランにてランチもあってお買い得、美味しかったです。一度家へ帰宅し、夜は日本からいらしたお友達とレストランへ。動画を撮り忘れてしまったので写真で。お友達がベジタリアンの方なので、こちらのベジタリアンビュッフェ、通常は600元ですが月曜日だけ539元とお買い得。どれも美味しくてとても満足できます。今日は図書館でお勉強からスタート。台北の図書館はどこも自習室がついていてとても便利です。平日だと空いていて快適。私は台湾語トクフルのテキストをやっています。中国語は一般的な会話こそ大丈夫ですが、ゲストには語彙力が足りなさすぎて全然わかりません。突然ですが夜になりました。夜はまたまた日本からお友達夫婦が台湾へ遊びに来たので、台湾式居酒屋のルーチャオで一緒にご飯を食べます。非常にうるさいので音は消します。まずはタケノコと漬物の煮物、しじみの醤油漬け、ビーフン、空心菜、ガチョウ肉、どれも日本人に大人気メニューです。
最後に臭豆腐にもチャレンジ。でもお友達もいけると食べてくれました。よかった。この日は夕方スタートですが、日本から来たクライアントさんと打ち合わせ。指定された場所はスターバックス保安店。ここは昔の建物を利用しているおしゃれな外観なので、日本人観光客にもとても人気。到着したのですが、実はお客さんの飛行機の着陸が遅れた関係でまだまだ来ない。先に飲んで待っていることとします。注文したのはほうじ茶黒糖くず粉ゼリーフラペチーノ。お客さんと打ち合わせ後は任者イエスへ。現在工事中のため4分の1サイズになっています。その後は近くのバーへ。オーナーさんがサービスしてくれました。この次の日は昨晩と同じクライアント様と台南視察へ同行。見どころ満載なので別動画にします。楽しみに待っていてください。次の日、午前中はクライアント様のセミナーを台北で開催。そして午後はまた食べます。自分でもどんだけ食べるんだよって思ってます。今日はダーダオ店周辺を食べ歩きします。まずはビーフン、次にワーグイ。大根のない大根餅みたいな感じです。ここはミルクフィッシュを使っていて珍しい。このお店は日本の和菓子を販売する有名なお店。いちご大福の季節は大行列。ここで栗きんたんを1人1個、新蓮豆花をいただきました。店内は日本人しかいません。敵加街は乾物や漢方がたくさん売られているエリアで、歩くだけでもとても楽しい。ここでは乾燥龍眼を見つけたのでお客さんに食べてもらいます。レーズンみたいな味です。ここも観光ガイドブックに必ず載っているカゴバッグのお店。この辺りの建物は日本でいうところの長屋造りのような形になっています。そして予約していたこちらのティーハウスへ。昔のお金持ちの邸宅だったのか、中庭もとても素敵。最初は外で打ち合わせをしていたのですが、暑くなってやはり店内へ移動しました。そしておせちのようなお菓子セット、かわいい、めっちゃ映え、高いけど。この後台湾人が、では次は四関寺へ移動して食べ歩きしましょうと提案があったのですが、いやいやもう食べれないでしょうということでやめました。どんだけ食べるんだよ。クロックス、え、クロックスじゃない、クロックスじゃない、なんだっけ、クロッフル。クロックスは靴だわ。ワッフルじゃん。違う、これはクロワッサンをワッフルにしたからクロッフル。ということで、私の怒涛の1週間の Vlog いかがだったでしょうか。ストリートファイターどうですか。今までいろんな台湾生活してきたけど、今までで一番食べた数日間。こうやってまた食べてる。あんまり有効な情報とかなかったかもしれないんですけれども、ぜひ池積みまきをチャンネル登録していただけると嬉しいです。またこの動画面白かったよとちょっとでも思った方は高評価、いいねボタンいただけると嬉しいでございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。次のビデオは日帰り台南グルメ旅。チャンネル登録して楽しみに待っていてくださいね。